谷口さん、今何やってるんですか？ちょっと今、縦糸が切れてしまったんで。よいしょ。切れてしまった縦糸をつなぎ直してます。よいしょ。これ、切れる原因とかって、どういう時に切れたりするんですか？切れる原因は、この食器の途中に傷があったり、ホコリがダマになって引っかかったり、はい、あとはなんかちょっとゴミとかが落ちてきて引っかかったりが大体多いですね。かなりやっぱ糸も細いですもんね。これやっぱ繊細なんですね。糸もかなり繊細で、この湿度とかも結構関係してたりするんで。へえ。これ今切れたのは縦糸？今切れたのは縦糸ですね。多分ちょっと突然切れることが多いんで、一回一回はちょっと厳密には何が原因かなっていうのはわからない時もあるんですけど、はい、あんまり近いところとか繰り返し切れるようなら、明らかに切れてしまう原因があるんで、はい、それをちょっとその原因を潰してあげる必要があるっていう、手入れしてあげる必要があるっていう感じですね。よし。出て。今ちょっとどこに通すか道を探してます。糸の糸道。ちなみにこれ縦糸って何本あるんですか？この食器で、レピア食器ですか？このレピア食器、うちで使ってるレピア食器はだいたいメインで使ってる工が2700本ですね。2700本。あ、見つけた。さっき切れた相方の工が残ってたんで。これですね。そうですね、これですね。お、これ、これ、これ何？これ、はい、ヘトウシボウですね。ヘトウシボウ。ヘトウシボウ。今は、はい、糸切れた時に、この、長の細い隙間を、糸を引っ張ってくるために引っ掛けて。ああ、なるほど。こうやって、スーッと。向こう側の糸を捕まえて、なるほど、引っ掛けて通してくるっていう。このヘ通し、今は糸切れの時に縦糸通し、ヘ通しで使ってますけども、はい、あとはこういう時以外に、縦糸の一番最初のこういう文字入りとか、ドロッパーとか、一番最初の食器に縦糸をかける前の仕掛けで、一本一本この細いこの隙間にも、このちっちゃい穴にも通してくる作業があるんですけども、はい、そのヘ通し、その時の作業を、ヘっていうのは形のことですか？これヘ、ヘ通しのヘみたいな形してるから。正確な理由はそれが正解かわかんないんですけど、縦糸の縦って、はい、経度、緯度の、経の方、うん、経で縦糸って縦って読むんですけど、はい、あれ減るっていう字じゃないですか。ああ、なるほど。おそらくそれでへ通しへ通しって呼んでるんだと僕は思ってます。あ、この形じゃないんですね。形じゃ縦糸のことを。確かに、確かにへの字ですけどね。そう、ヘトウシボウってさっき聞いて、これヘトウシボウの形してるから、縦トウシボウって書いてヘトウシボウ。なるほど。のはずですね、多分。違ったらごめんなさい。ちょっと調べてみます。はい、ありがとうございます。これで取ったかな。オリチームはこれは日々毎日縦糸切れとかと戦うので、こういうのをやってるんですね。